こんにちは、三木明ピアノ技術古澤でございます。今回紹介いたしますのはヤマハの U30BL というピアノでございます。昔ありました U3 シリーズの後継機種になります。これはですね、すごくスタンダードなタイプのピアノで、標準的な、ヤマハという感じのピアノになるんですけれども、これがあればですね、練習にも演奏にも、何も問題なくお使いいただけるいいピアノだと思います。ちょっと弾いてみたら分かるんですが、すごく音色が深みのあって、綺麗な音がしますんで、ちょっと弾いてみます。これはですね、低音高もですね、すごくバランスの取れた、安定した音が出ます。これで価格が36万5千円というのは非常にお買い得なお値段だと思います。一度開成館で、お越しいただいて、このピアノを、見ていただけるのを非常に嬉しく思います。以上です。